はい、いごご視聴ありがとうございます。最近はもう風が強く、えー、東京地方は朝夕めっきり寒くてもう冬の到来というような毎日ですが皆様いかがお過ごしでしょうかこちらは公開チャンネルのお知らせということで、えー、朗読新刊のチャンネルの方はですねここしばらく新作の公開を控えておりますのであと1ヶ月はまあ、最低 新作公開なしと1ヶ月後にまた再開できるかどうかはその時にならないと分かりませんのでお,よお知らせということにいたしまして当面のところはこの朗読新刊で続けてまいりましたシリーズは2つのチャンネル「イグさ」それから「朗読」「イオギというこの2つのチャンネルでの公開に変わっております。 えー、長らく親しんでいただきました朗読新刊のチャンネルなんですけれども、えー、山本周五郎のこれは小説記、まあ、生涯を小説にした大変長い長い長編小説なんですけれどもこちらにつきましてはン、えー、グサチャンネルの方に移しまして現在2728293031までま 連載の方を公開しておりますこの「朗読新刊」の方では26まで続けていたんですけれどもそれ以後はングサチャンネルの方へ移管しての継続というふうになります。それと同時にですね「総集編」というのを出しまして今のところ総集編1これは第1回目から第5回目までをまとめてありますので、まあ、また原点に戻っていただいて最初から 聞いてみていただく方にはこれが便利かと思います総集編1、1から5までも同じくイグサチャンネルでの公開となっております山本修五郎作品に関しましてはイグサチャンネルの方では憎い安築章という短編小説ですね、えー、こちらの掲載を続けてまいりましたけれどもこれが6回で完結になり えー、6回全て公開いたたししました、まあ、タイトルの方はまるで石原朝岡コンビの映画のようなタイトルなんですけれども実はこちらの方が、まあ、先の作品になりますけれども内容的には全く関係ありませんけれども、まあ、6回終わってみますととても、まあ、粋な作品、まあ、いい作品ということで是非聴いていただきたいと思います。 イグサチャンネルでの公開にくい暗築書といとう作品です。えー、それから新設しました「チャンネル、朗読いよぎ」というチャンネルの方では山本周五郎作品「さみだれ日記」こちらの方もまあ短編小説ですが6回分完了いたしましてこれもま大肥団円につながるラストシーンがとても爽やかな読後感ということで。 まあ大変小気味良い作品というふうに言えると思います6回分こちらは朗読イオギの方で公開しておりますのでぜひご覧いただければと思いますイオギチャンネルの方ではまた山本周五郎作品として壺というまあ、1時間ちょっとかかるま短編小説なんですけれどもこちらの方を全文朗読で出しております朗読イオギチャンネルこれからも 短編の全文朗読どんどん公開していく予定ですのでぜひご覧くださいそれから朗読新刊の方で、まあ、山本修五郎作品以外にもたくさんのシリーズを続けてまいりましたそのほぼほとんどはイグサチャンネルの方に移行しますけれども中に一つだけ日本的霊性という作品はですね16回まで朗読新刊の方で 続けてまいりましたが、十七回以降は、新設朗読。ヨギチャンネルの方で、まあ、公開しております。今のところ17、十七、十八、十九まで、ヨギチャンネルの方で公開いたしております。その他のシリーズは、ですね、えー。小泉八雲、ラフカディ・オ・ハーンの知られぬ日本の面影。これも九回まで朗読新刊でしたが。 十回以降はイグサチャンネル。同じく永井花風の隅田川、これは三回目まで朗読新刊で、四回、五回、この後と六回までイグサチャンネルの方になります。トルストイ作米川正夫役のアンナカレーニナも、えー、朗読新刊では三十九回まで。 続けましたが40回以降はイグサチャンネルの方に移行しましたそれから桃川女演口述速記の講談唯小説これも3回目まで新刊でしたけれども4回目以降イグサチャンネルの方で公開になります、えー、有島武雄のある女これも4回目まで朗読新刊 5回目以降はイグサチャンネルでの公開になります、えー。ヘルマン・ヘッセ作、佐藤光一役、教習、ペーター・カーメンチンとも14回まで朗読新刊で続けてまいりましたが、15回目以降はイグサチャンネルでの公開になります。まあそれから、川竹木網の雲に孫を植えの初花、 三遊亭延長作ボタン道路尾崎四郎の「人生劇場」「桃川若園のお祝いなりの由来」などなどまだまだたくさんのシリーズがありますけれどもこれらはすべてイグサチャンネルでの継続となりますのでそちらの方の公開をご覧ください。うん、それから山本周五郎のコメント紹介 という毎週、まあ、水曜日ぐらいに1週間ごとに公開していたものも一旦朗読新刊の方ではストップいたしましてイグサチャンネルの方での継続になりますのでまた水曜日にごとにお届けできると思いますのでどうぞご視聴くださいますようお願いいたします。こちらのの朗読新刊方で現在あるプログラムにつきましては 当面現状維持の予定なんですけれどもこのあとちょっとずつ、まあ、変化することがあるかと思いますのでまたその都度お知らせしたいと思います。それでは今後とも「朗読新刊グループ」「イグサチャンネル」「朗読いよぎチャンネル」「ご視聴」「コメントくださいますようよろしくお願いいたします」 まあ天候不順冬の到来と続きそうですのでお体にはお気をつけてお健やかにお過ごしくださいそれではまたえ最後に一つこれは余談になりますけれども先日「鬼滅の刃」という映画を見てまいりましてですね、えー、皆さんご存知でしょうか今社会現象となっている、まあ、映画その元はコミックス それからテレビアニメーションそして今回映画ということになったわけですけれどもこれがもう非常な社会現象ということでですねまあ過去に宇宙戦艦「ヤマト」あり「ガンダム」あり「エヴァ」あり「ジブリ映画」あり「君の名は天気の子」がありというふうにまあ多くのアニメーションが社会現象と呼ばれてきたんですけれどもまあ これまでの歴史を塗り替えるよううな大ヒットということでといこでにかく見てまいりました、まあいろんな見方があると思うんですけれども私はやはりそこにあるなんか何かなにわ節的なもの日本人的な感情に訴えるものがあってそれで、まあ、皆さん若い人たちも、まあ、号泣したとか何度も見たとかいう感動につながっているような気がします。これはまああの 古いい見方というか何でも日本文化とか伝統とかに結びつけたがる見方というふうに言われてしまうかもなんですけれどもまあアクションとか視覚的な美しさとかスピード感とかいろいろある中にもまあ親子兄弟の絆であったり人を思う気持ちであったり、まあ、そういうものが歌われているからこそ、まあ、感動につながるっていうことで。 まあ日本に限りませんけれどもそういう文化芸術の伝統にのっとった人の心に訴えるつぼを得た作品だというふうに私は見ましたそして今の若い人たちは、まあ、文学でも舞台でもなくアニメーションっていうものを通じて初めてそういう感動の文化芸術に触れるんだなっていうふうにまあ感じました 別に私はその文学の方が優れているとかアニメーションを下に見るとかそういう気持ちは全くないんでただそういうアニメーションとかで触れた人たちがその根底にあるものは文学にもつながっているむしろまあルーツが文学にあってそこからいろんな形で発展してまあいろんな見る要素も加わってそういう感動作が出来上がるということでぜひそのルーツを 文学に感じてほしいそして例えば山本周五郎その根底をよく知っていた人でうまく作品に取り込んでいる人だというのが分かるとですねアニメーションや何かに惹かれた気持ちがそのまま、まあ、文学につながっていくということになればいいかなというふうに思いました。まあ、鬼滅の刃は私もももう一度見見たたいいいこれからも見ていきたい作品ですし ま、皆さんにもお勧めしたい作品ということでご報告させていただきました。それではまた。はい、ご視聴ありがとうございます。